将軍軽視問題は、江戸幕府十三代将軍、徳川家定の後継をめぐって生じた清掃である。江戸幕府十二代将軍、徳川家義の着難、家将は病弱で、言動も定かではなかった。そこで、家義は、水戸藩主、徳川成明の子で、一橋家を継いでいた、徳川義信を養子とすることを考えたが、老中、安倍正宏の反対で思いとどまり、 イエスサダに不測の事態が起きた際に、ヨシを後継とすることとした。黒船が来航の直後、家吉が死去した混乱の中、日本は、日米は新条約締結を余儀なくされる。しかし、家吉の後を継いだイエサダは、将軍就任後、さらに病状を悪化させて、時には敗人に近い状態となり、政務が満足に行えなかった。しかもこうはなく、 その後継者問題が急浮上した。これを憂慮した、島津成明、松平義長、徳川成明ら有力な大名は、大事に対応できる将軍を擁立すべきであると、考えて、成明の実施である、一橋義信擁立に動き、老中、安倍正宏もこれに加担した。これに対して保守的な不大、大名や多くは、家エに、血筋が近い重邸の奇襲藩主、 徳川義富を擁立しようとした。前者を一橋派、後者を南紀派と呼んだ。ところが、安倍正宏が急死すると、安倍による安政の改革に反発する不代大,大名の巻き返しが始まり、大奥の粛清を唱える成役に反発する大奥も、これに加担する。さらに、条約直去問題をめぐる、開国派と上位派の対立も加わって事態は複雑となった。だが、 安政5年、家エが重体となると、南紀派の普代大,大名は、彦根藩主、飯田直オを大量に据えて、6月に家エの名で、後継者を吉富とすることが発表された。これについては南紀派による格策であると言われているが、家エ自身も廃人もしくはそれに近い重体ではあったものの、完全に、意思能力が失われていたわけではないため、本人の意向で、 自分の対抗馬である吉信を嫌って、個人的に気にかけていた吉富を指名したとする見方も、ある。イエサダの側御将で後に環状奉行などを歴任した、朝日奈関水の改装の記録には、イエサダは、自分より吉信の方が美形で、吉信が登場すると多くが騒ぐという理由で、吉信に反感を抱いていたと記されている。久住信也、幕末の将軍によれば、 一橋派の言い分自体がイエサダを暗具、具昧、病弱扱いするに等しいもので、まだ若く生死誕生の見込みもあると認識していた、イエサダは一橋派を像をしていたという。いずれにしても南紀派の勝利に終わった事実は間違いなく、7月にイエサダが没すると、吉富は家持と改名して新しい将軍となった。同年6月、一橋派による、 京都工作が功を奏し、朝廷より、英明、年長を兼ね備えたものを将軍刑視とすべき、とする直書が、幕府に下ったが、江戸城内において、志賀坊がこれを10日間以上にわたり引得し続け、結果直書の指示が反映されない形で、家持が後継者になった、とする風説が当時流れたが、直書が下ってからの経緯については、どこまでが真実なのか、つまびらかではない。 ただし、滋賀は、同年6月に自殺しており、直助の意向を忖度しての行動であったが、結果朝廷の意向を無視した責任を取らされることになった、と考えられる。家持を将軍とした、井い直助は、徳川義寄を、形だけの将軍後見職に立てて、一橋派をはじめとする反対派の粛清に乗り出す。だが、井いは、桜田門外の変で暗殺され、 成明らの弟、島津久光の立兵状況による文級の改革で、一橋派は復権する。この時、徳川成明はすでに奇跡の人となっていたが、一橋義信が将軍貢献職に、松平義長が政治総裁職に就任、義信は家持ちの死後に十五代将軍に就任することになった。ありがとうございます。